ラッカワナウェスタン鉄道は、無塩端を豊富に埋蔵するペンシルベニア州のラッカワナ川の峡谷を、ニュージャージー州方々圏やバッファロー、オスウェゴなどと結んでいたかつてのアメリカ合衆国の鉄道事業者である。1960年にエリー鉄道と合併して、エリーラッカワナ鉄道となり、さらに1976年にコンレールに吸収された。 工房検駅の建物に残る落川な鉄道の名前リゲッツ・ギャップ鉄道は1832年4月7日に設立されたが長年休眠状態のままであった。1849年3月14日に路線特許を受けて1850年1月2日に発足した。1851年4月14日に落川なウェスタン鉄道へ改称した。その路線は ペンシルベニア州スクラントンから北へ、ニューヨーク州境のすぐ南にある、グレートベンドまで、1851年12月20日に、開通した。グレートベンドから、ラッカワナエセウタン鉄道は、北と西の方へ、ニューヨークエリー鉄道の線路使用権を得て、ニューヨーク州大江後まで、そして1855年4月21日には、経由が湖に面する伊坂まで経由が&、 サスケハナ鉄道を借り受けた。この経由がンド、サスケハナ鉄道は、1834年4月1日に開通した、イサカオエゴ鉄道の再編と一部の線路再建を行った鉄道であり、デラウェアラッカワナ鉄道を構成する、鉄道網の中でも、最古の部分である。この鉄道全体は、ニューヨークエリー鉄道と同じく6フィートの後期で、建設されていた。 ただし、当初のイサカオエゴ鉄道は、標準機で建設されており、経由がサスケ花鉄道として改築された時に改め記されている。デラウェアコップスギャップ鉄道は、1850年12月4日に路線特許を受けて、スクラントンから東にデラウェア側までの路線を建設した。この路線が開通する前に、ッカはナスチールにより両者は合併されて、 1853年3月11日にデラウェアラッカワナウェスタン鉄道が発足した。デラウェア側のニュージャージー州側ではウォーレン鉄道がデラウェア側の端から南東へセントラルレールロードオブニュージャージーに接続するハンプトンまで1851年2月12日に路線特許を受けた。この鉄道の名前は路線が主に存在するウォーレン軍にちなんでいる。 後にサザンディビジョンの名前で知られることになる路線の残りの区間は1856年5月27日にニュージャージー州側のウォーレン鉄道の区間を含めて開通した。標準機のセントラルレールロードオブニュージャージーのハンプトにより東の区間を参戦機場としてデラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道の列車がエリザベスまで線路使用権によって走れるようになった。 1868年12月10日、デラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道は、モリスエセックス鉄道を買収した。この路線は、ニュージャージー州北部を東西に走っており、ワシントンでウォーレン鉄道と交差していることから、ジャージーシティまでセントラルレールロードオブニュージャージーに頼らずに行けるようになった。バーゲンヒルに掘った M&E トンネルが1876年に開通し、 ジャージーシティにおいてニューヨークレイクエリーウェスタン鉄道の線路を使用しなければならないところを回避した。M&E トンネルの他にニュージャージー州においていくつかの支線の仮受けも行い、1870年に開通したブーントン線によって投資の貨物列車がニューアークを迂回して運転できるようになった。デラウェア・ラッカーナウェスタン鉄道は1869年に シラキュース・ビンガムトンニューヨーク鉄道を買収し、1869年2月13日にはオスウェゴシラキュース鉄道を借り受けた。これにより、ビンガムトンから北西へシラキュースを経由して、オンタリオ湖に面した港オスウェゴまでの支線を手に入れた。グリーン鉄道は1869年に設立され、1970年に、 開通して間もなくデラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道が借り受け、オスウェゴまでの支線からシェナンゴ・フォークスで分岐してグリーンまで通じた。やはり1870年にユーティカ・シェナンゴサスケ・花バレー鉄道を借り受け、この支線を北井ユーティカまで伸ばし、さらにリッチフィールド分岐点からリッチフィールド・スプリングスまでの支線も1872年に開通した。 バレー鉄道は1869年3月3日に設立され、ペンシルベニア州グレートベンドまでだった当初の路線の終点からニューヨーク州ビンガムトンまでを接続してエリー鉄道の路線への依存をなくそうとした。この新線は1871年10月1日に開通した。1873年までに デラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道はスクラントンから南西へノーサンバーランドまでの支線であるラッカワナブルームズバーグ鉄道の支配権を握った。また、ペンシルバニア鉄道傘下のノーザンセントラル鉄道の線路使用権を通じてサンベリーまで乗り入れた。1876年3月15日に全線が1日で標準機に改め機された。 ニューヨークラッカワナウェスタン鉄道は、1880年8月26日に路線特許を受けて、1882年9月17日にデラウェアラッカワナウェスタン鉄道を延長して、ビンガムトンから北西へバッファローまでを開通させた。この本線は、インターナショナル橋を通って、オンタリオ州へ通じており、支線がバッファローへ通じていた。 1903年12月1日、デラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道は、エリーセントラル、ニューヨーク鉄道の営業をはじめ、オスウェゴまでの路線のコートランド分岐点から東へ、シンシナタスまで通じた。1909年までには、バンゴアポートランド鉄道を支配下に収めた。この路線は、本線から、ペンシルベニア州ポートランドから分岐して南西へ、ナザレスまでを結んでおり、 またマーティンズクリークまでの支線もあった。デラウェア・ラッカワナ・ウェスタン鉄道は1907年にニュージャージー州方坊県にボザール様式の方坊県駅を建設し、続いてペンシルベニア州スクラントンにやはりボザール様式の旅客駅を1908年に建設した。この建物は現在ではラディッソンホテルになっている。 ラッカワナレールロードオブニュージャージーは1908年2月7日に路線特許を受け、ラッカワナカットオフを1911年12月24日に開通させた。これにより、ニュージャージー州北西部において観光媒の路線を手に入れた。この路線にはデラウェア川橋やポーリンスキル橋などがある。 1912年から1915年にかけてサミットホールステッドカットオフが建設され、曲線と勾配の多いクラークスサミットとホールステッドの間を置き換えた。この線路付け替えにより、スクラントンとビンガムトンを結ぶ高速で観光勾配の路線を手に入れた。このカットオフには巨大なタンカーの区境とマーティンズクリーク境がある。どちらのカットオフも20世紀初頭の建設であるが、 踏切がなく高速輸送に適していた。1955年8月にハリケーンダイアンがポコの山脈中の本線のかなりの部分を流出させてしまい、1ヶ月近く普通となった。これに伴う負債や運行上の制約から、1960年にエリー鉄道と合併して、エリーラッカワナ鉄道となった。エリー鉄道1960年10月17日。 デラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道は、かつてのライバルであった、エリー鉄道と合併して、エリー・ラッカワナ鉄道となった。エリー鉄道との合併により、デラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道の路線のかなりの部分が余剰となった。ビンガムトンから西へコーニングまでのデラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道の本線は、エリー鉄道の本線のすぐそばを並行しており、 すでに共同営業を選んで1958年に廃止されていた。一方で、エデー鉄道のバッファローニューヨークエリー鉄道線は、デラウェア・ラッカーナウェスタン鉄道の本線の方を選んで、コーニングからリボニアまでが廃止となった。ニュージャージーカットオフは、デラウェア・ラッカーナウェスタン鉄道の時代の1958年に、すでに単線に切り詰められていた。 旅客列車のほとんどは、ビンガムトン移動で、デラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道側に回され、方々圏駅に発着した。週間高速道路80号線の建設のために、ブーントン市線がパターソンまで廃止されて、用地を高速道路に明け渡した。ブーントン市線の西側は、エリー鉄道のグリーンウッドレーク線と組み合わせられ、一方東側は、 エリー鉄道のメインラインと組み合わせられた。メインラインはパセイくまでが廃止となった。コンレールコンレールは1976年にエリーラッカーナ鉄道を吸収した。ニュージャージートランジットが旧デラウェアラッカーナウェスタン鉄道のニュージャージー州内の路線のほとんどを買収し、本線のハケッツタウン伊藤もこれに含まれた。本線についてはコンレールも 線路使用権を得て運行した。ニュージャージーカットオフは1979年に廃止され、1984年に線路が撤去されたが、敷地は1998年にニュージャージー州が4000万ドルの再建を発行して買収しており、そのまま残されている。ニュージャージートランジットはニュージャージーカットオフをスクラントンまで運行再開するためには5億5100万ドルかかると、 見積もっており、これには、車両の費用を含んでいる。デラウェアハドソン鉄道1979年に、コンレールは、ペンシルベニア州内の旧デラウェアラッカワナウェスタン鉄道線を、スクラントンからビンガムトンまでの区間を含めて、デラウェアハドソン鉄道に売却した。デラウェアハドソン鉄道は1991年に、カナダ太平洋鉄道に吸収された。それ以降、 カナダ太平洋鉄道がこの路線を運行している。ニューヨークサスケハナウェスタン鉄道ビンガムトンの北のシラキュースユーティカ支線はコンレールによりドゥーコープに売却されてニューヨークサスケハナウェスタン鉄道のノーザンディビジョンとして運行されている。ただし2007年からユーティカ支線のシェナンゴフォークスとオックスフォードの間は線路流出及び 輸送量の低迷により運行が中止されている。ノーフォークサザン鉄道1997年にコンレールは CSX トランスポーテーション及びノーフォークサザン鉄道によって買収された。1999年6月1日にニュージャージー州における多くのコンレール路線を引き継ぎ、これにはかつてのデラウェアラッカワナウェスタン鉄道の路線のほとんどを含んでいた。 ノーフォークサザン鉄道はこれらの路線でローカル貨物列車の運行を続けている。ニュージャージートランジットエリーラッカワナ鉄道、後にコンレールが補助金を受けて運行してきた路線は、ニュージャージートランジットが契約により1983年に旅客営業を引き継いだ。ニュージャージートランジットは、かつてのデラウェアラッカワナウェスタン鉄道のうち級。 モリスエセックス鉄道のほとんどの区間、グラッドストーンとハケッツタウンの間で運行を行っている。2002年にニュージャージートランジットは、モントクレア支線とブーントン線を統合して、モントクレアブーントン線とした。ニュージャージートランジットは、ブーントン線の東側の区間をメインラインとして運行している。ニュージャージートランジットの中心駅は、ホー々県駅となっている。 1998年にニュージャージー州とペンシルベニア州は廃止されたニュージャージーカットオフを総額2100万ドルでそれぞれの州内の区間について買収した。これは方々権からスクラントンまでの旅客営業を再開することを考えたものであった。皮肉なことに単線化されたかつてのデラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道の本線についてスクラントンから ポートモーリスまでの前線を1983年に650万ドルで売却するとコンデールに提案されていたのであったが、先見の民がなくこの提案を断ってしまっていた。ペンシルベニア州はさらに大金を費やして、旧デラウェア・ラッカワナウェセウタン鉄道の本線の線路のうち、ラッカワナ軍とモンドー軍内について、1992年に買収している。 ペンシルバニアノースイーストリージョナルレールオーソリティ1998年のコンレール分割に伴いデラウェアラッカーナウェスタン鉄道の本線のうちスクラントンから東へモンドー軍内の区間の残存部分についてはペンシルバニアノースイーストリージョナルレールオーソリティが所有しデラウェアラッカーナ鉄道という指定事業者によって列車を運行している2006年に モンロー軍とラッカワナ軍の鉄道当局がニューヨークとスクラントンを結ぶ通勤列車の運行を早急に再開させるためにともにペンシルバニアのスイーストリージョナルレールオーソリティを結成した。スクラントンからスティームタウン国定史跡の保存蒸気機関車列車の運行が行われているのはモスコー及びトビハンナエのポコの本線である。 1998年の夏以来、デラウェア・ラッカワナ鉄道は、カナダ太平洋鉄道との協定に基づき、カナダからの穀物輸送列車をスクラントンと、ポコのサミットのハーベストステーツグレイン、ミルの間で運行している。ラッカワナワイオミングバレー鉄道の当初の区間とエリー鉄道のワイオミングディビジョンのスクラントン、モンタージュマ運転の間は、ラッカワナ軍によって買収され、 架空電車線方式で指定事業者のデラウェアラッカナ鉄道の管理のもとで貨物営業と軍の観光用のエレクトリックシティ、トロリー博物館の電車を走らせている。その他の区間ビンガム・トミー製の本線の大半はエリー鉄道のバッファローニューヨークシティ鉄道を選んで廃止となった。本線のうち最も長く残っている区間はペインティットポストマイナスウェイランド間で B&H レールにより、ショートラインの運営が行われている。これより短い残存区間としては、グローブランドグレーグスビル、ランカスターデピューがある。リッチフィールドスプリングス支線は、数年間の運行休止の後1998年に廃止となった。新シナタス支線は、エリー・ラッカワナ鉄道によって1960年に廃止となったが、 1999年に一部専用船として再建された。ありがとうございます。